台風2号最新情報をお伝えします、えー、まずは現在の雲の様子を確認しましょうこちらです、えー、こちら先ほど気象衛星ひまわりで撮影された、えー、台風の、えー、雲の様子です、えー、大きく渦を巻いていまして、えー、目もかなり大きくはっきりしているのがわかるかと思います、えー、現在日本列島の遥か南の海上を え、西寄りに進んでいるといった状況です。では、詳しい位置、そして今後の予想、見ていきましょう。え、こちら、台風2号は、 このあたりフィリピンですね。フィリピンから見てもかなり東に離れた海上に中心があります。そして先日グアムを直撃しましたが、このグアムからもかなり離れてきている状況です。この赤色の円が風速25メートル以上の暴風域、黄色の円が風速15メートル以上の、 赤い円が風速25メートル以上の暴風域え黄色の円が風速15メートル以上の強風域になっています現在は猛烈な台風で中心の気圧は905ヘクトパスカル最大風速60メートル最大瞬間風速85メートルと、えー、なっていますあのまさしくスーパー台風クラスと、えー、言っても、えー、いい台風ですね、えー、この台風、えー、徐々に南西諸島、えー 来週には近づいてくるといった形ですしばらくは勢力を保ちながら西寄りに進みますが来週月曜日の台風の勢力を見ますと非常に強い勢力に変わっていますそれでも中心気圧は925メートル最大瞬間風速は70メートルですそして来週火曜日から水曜日ぐらいにかけてこちら台風2号 速度を落として進行方向を変える予想になってきていますどうやら先島諸島の南の海上で向きを変えそうな予報になってきていますまたこの付近では速度を落としますので先島諸島などでは雨風が強まる状況が長く続く恐れもありますこの来週の半ば地点では先島諸島風速25メートル以上の暴風域に入っ 入っている恐れがあります今赤い円が出ましたがこれは暴風警戒域です先島諸島来週の火曜日水曜日は暴風警戒域に入った入っている状況です風速25メートル以上の風が吹き荒れ雨が強まる可能性を表しているというふうに捉えてくださいそしてこの 台風によって週末にはもう土曜日日曜日には、えー、波がかなり高まる状況になってきそうですこちらは日曜日の正午の予想になっていますがこの通りうねりを伴って波も高まりしけの状態になってきますそして来週には 大しき大しけの状況にもなってきますので、もうこう週末以降は海には近づかないようにしてください。そして来週は海だけではなく雨かでも強まる恐れがありますので、早めの台風対策を行うようにしてください。台風情報など詳しい予報はウェザーニュースアプリでも確認することができますのでご利用ください。